Come on! Hey guys, it's Nori. どうも皆さんこんにちは、のりひとがわです。今僕は海老名のサービスエリアにいます。なぜかというと、愛知県にある MBC パワーリフティングジムから、撮影写真の、撮影の依頼を受けまして、今向かっています。で、今車で向かってるんですが、本当はまあ新幹線で行きたかったんですけども、まあ、もろもろ機材が多いので、車で向かっています。まあ、せっかくなんで途中、Vlog を撮りつつ、いろいろ見せていければなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。Here we go!はい、今、MBC パワージムにがある愛知県豊明市に着きました。これから、MBC パワージムに向かっていろいろやっていきたいと思います。で、今日の、モデルさんはいつものおなじみ志田さんです。なので志田さんにも今から会えるかなと思います。じゃあ行ってみましょう。MBC パワージムに来ました。いるかな。はい、今日のモデル志田さんです。お願いします。いつも通りで。今日の意気込みは、今日の意気込みはあの MBC さんのためになるために頑張ります。あの顔消します。顔の話してたから。なるほど、なるほど。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。タクヤでーす。今日は何で来たの？今日お手伝いです。誰のお手伝いで来たの？ノリさんとシアさん。アシスタントで来てくれたの？ギャラは？ギャラはなしです。なしか。そうか。相変わらずだな。頑張ります。よろしく。はい。ただいまデイ2です。昨日撮影を、MBC パワージムで終えました。すげえいい写真とか、動画もしっかり撮れました。ちょっとね、バタバタ忙しくて、撮影風景ビハインドシーンをちょっと撮れなかったんですけど、だいぶ、いい映像が撮れました。やっぱりね、アプチャーの 120D マーク1なんですけど、照明を使って、部屋を暗くして照明を使って、撮影するとやっぱりね、すごい雰囲気のある、まあ、フィットネスとかで言うと、まあ、ストロングマンみたいな、すごいいい感じの映像が撮れました。これを、今から帰ってで、編集します。でそれが多分、まあ、今週いつかな、まあ、これがこの動画がアップロードされているところには、アップしていると思いますので、この後に流したいと思います。ではちょっとこれから東京に帰ります。じゃあ、この後動画ご覧ください。 See ya!と、その前に、ちょっと今浜松にのサービスエリアに着きまして、すごく景色が良かったのでちょっと撮っていこうかなと思ってます。なんかね、ここ、ドッグランとかもあって、わかるかな、すごいいい感じのサービスエリアです。昨日ね、すごい行きの時はすごい土砂降りで、もう前も見れなくなるぐらいのすごい土砂降りで、全然景色が撮れなくて、サービスエリアも雨で全然、寄っても全然なんか撮れたかなかったので、今日 せっかく帰りすごいいい天気で晴れてるので、ちょっと撮ってきています。なんか風車もあってすごい綺麗です。たまにはこう車で、まあのんびりというか、まあ、旅をしながらじゃないですけど、まあ、今回はお仕事ですけども、ゆっくりのんびり安全運転で帰りながら、こうやってサービスエリアを楽しむのもいいかなっていうところです。じゃあね、さっきも言いましたが、帰って、しっかり編集をして、この後動画をご紹介したいと思います。 Here we go!We'll be right back.
はい、いかがでしたでしょうか。今回の、映像に関しては、まあ、僕のメイン機である EOS R で撮影しています。今この映像を撮ってるのも EOS R です。なので、まあ、今後、まあ、EOS R5 が発表されているので、それをぜひぜひあのゲットしたいなと思っているんですが、まあ、今のところあの HD での納品で全然こと足りている状況で、まあ、4K の編集も、まあ、今のところあの依頼がないので、まあ、でもこれからどんどん対応していきたいなと思っているので、EOS R5 は、ぜひゲットしたいなと思っています。で、レンズに関してなんですけど、今回、まあ、2470の F2.8 の EFL レンズを使っています。まあまあ、V6 とか今この映像とか撮ってるのは16-35 の F2.8 なんですけど、まあ、やっぱり僕が撮る側になった時には、まあ、この2470がすごくズームレンズがすごく便利で、まあ、35mm であったりとか、まあ、もっと接写で70、まあ、50-70まで寄ったりとか、まあ、非常に後ろのボケ感とかも僕は すごく気に入って、まあ、色合いとかもすごく気に入ってます。なので2470で基本的にあの僕撮影するときはこれを使ってます。で Vlog とかに関しては16-35の EFL レンズを使っています。でやっぱりあと他にはあの今回に見てもらって分かる通り、まあ、暗い中であのアプチャーの 120D を使って撮ってます。でやっぱりこの照明っていうのが一つあの大きいの一つがあるだけで全然本当雰囲気が違いますし、それだけですごく、まあ、シネマティックな映像になるので、まあ、キーライトに一つ置いています。でそこがやっぱり今回の映像の見どころかなと思ってます。であの編集はダヴィンチリゾルブを使っています。やっぱりこれはあのカラグレが、まあ、カラコレというかカラグレというか色を調整するのに本当にすごく使いやすくて、まあ、あの色調整ぐらいだったらあのフリー版でも全然使える映像、クオリティのものになっているので、ぜひぜひそちらも試していただければかなと思います。あとはあの今回、まあ、これのオープニングとかこの僕の映像のオープニングとかに関してはあのファイナルカットを使っています。やっぱりファイナルカットだとあのトランジションの種類がすごく豊富で、まあ、やっぱりその、まあ、シンプルにかっこよく見せるにはトランジションを多く使ったりとかするときにすごく便利になってます。なので僕はファイナルカットプロを使っています。あと今回そうあの写真も撮ってて、写真に関してもこの2470で全部撮ってます。でこれもアプチャーの 120D を焚いて、写真を撮ってます。まあ例えばバーベルの映像あの写真だとこんな感じだったりとか、あとはまあ、志田さんの後ろ姿とか他はまあプレートでプレートっすね、バーベルにつけるプレートだったりとか、基本的にはもう写真も、映像もこの2470を使っています。これが本当に、使いやすいです。まあ、自分とか、まあ、自撮りであったりとか、そういうのにやっぱり16-35が適してたり、まあ、例えば本当に写真であの遠くのものを撮るのとかだったら大三元の一つだったら70-200とかもうぜひぜひ欲しいなと思いますし、まあ、今後それはぜひぜひ余裕が出てきたら帰っていこうかなと思っています。でやっぱりね大三元あの皆さんもカメラやってるとね、欲しいと思うので、まあ、僕もその一人なの でゆくゆくはやっぱり RF レンズで全部揃えていきたいなとも思ってますし、でまたあのもう一つサブ機としてブラックマジックポケットシネマ 4K も持っています。なので、まあ、それで今度、いつ届くかな、まだこの映像が届いてる上がってる頃にはまだもしかしたら届いてないと思うんですけど、種類のアナモーフィックレンズとかも、購入しているのでそれが届いて、まあ、それもぜひぜひあの映像を撮ったら、このチャンネルでお見せしたいなと思っています。はい、今回の、動画に関してはこんな感じで終わりたいと思います。よければあのサブスクライブ、あと高評価あとコメント欄にご自由に書いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See ya!